ヤロミール・ヤーガーは、チェコスロバキア、クラドノ出身のアイスホッケー選手。ポジションはフォワード。地元クラドノのジュニアチームを経て、チェコエクストラリーグの HC クラドノに所属する。1990年ピッツバーグペンギンズより、ドラフト一巡目、全体5位で指名を受ける。1990から91シーズンに NHL デビューを果たし、80試合に出場し27ゴール。 30アシストを記録する。プレーオフでは、ペンギンズは、スタンレイカップを獲得し、ヤーガーは、NHL キャリア最初の年で、スタンレイカップウィナーとなった。自身も、プレーオフで24試合に出場し3ゴール10、アシストを記録している。1991から92シーズンでも、プレーオフでチームは、スタンレイカップを獲得し、2年連続スタンレイカップを獲得している。 1994から95シーズンに NHL がロックアウトにより各チーム48試合しか試合が開催されなかったシーズンではチェコやイタリアなどのチームでもプレーした2000から02シーズンまでペンギンズの主力選手としてチームを引っ張っていたヤーガーだがチームの財政難もあり2001から02シーズンからはワシントンキャピタルズに移籍した キャピタルズでのヤーガーのパフォーマンスは、そこそこの成績ではあったものの、大枚をはたいたチームの首脳陣を満足させるほどのものではなく、2003から04シーズン途中にニューヨークレンジャースに移籍している。ちなみに、レンジャースがヤーガーと結んだ契約は、キャピタルズがヤーガーの年俸の一部を負担するというものであった。 2004から05シーズンの NHL シーズンキャンセル時にはまずチェコの出身チームでもある HC クロットのそしてロシアスーパーリーグのアバンガルドオムスクでプレーしたそして同年の世界選手権優勝でトリプルゴールドクラブの資格を得た2005から06シーズンヤーガーにはオムスクへの完全遺跡の噂があったもののヤーガーはレンジャーズに復帰した ヤーガーは54ゴール69アシスト123ポイントを上げる活躍を見せ、チームは過去7シーズン出場できていなかったプレーオフに進出した。しかし、クォーターファイナルでニュージャージーデビルスに敗退している。2006から07シーズン、ヤーガーはそれまで誇示していたキャプテンマークをつけ、プレーした。2年連続でプレーオフに進出し、ファーストラウンドで プレイオフ初出場のアトランタス・ラッシャーズを4、連勝のスイープで破るものの、セカンドラウンドでバッファロー・セーバーズに敗れた。2007から08シーズン終了後、ヤーガーはレンジャーズとの契約延長交渉がまとまらず、アバンガルド・オムスクと契約を結んだ。オリンピックでは、チェコ代表として長野オリンピックで金メダル、トリノオリンピックで銅メダルを獲得している。 背番号の68は移籍されても変わることがないが、これは祖父が亡くなった原因でもあるプラハの春を忘れないように付けられたもの。最多ポイント賞のアートロス記念賞、リーグ MVP のハート記念賞、選手会選出の MVP レスタービーピアソン賞を獲得しているスター選手である。恵まれた体格とパワー、スキルとゴールセンスを兼ね備えている。ありがとうございます。